れもこのお手紙のかわいい折り方。メイクがお手紙をくれるんですけど、ペッペッペッペって普通に折って渡してくれるんだけど、その時に思い出して、昔かわいい折り方をしてこう手紙のやり取りにやったね、やったのをちょっと思い出して懐かしくなって、今の時代はね、LINEでペロってやっちゃうんだろうけど、うちらの時代はこういう風にやってたんだよっていう感じですよ。でも、ね、今やったらちょっと逆におしゃれで説あるから。ああいいね。やってるかもしれないけど、ね。やってるかもしれないけど。ちょっと昔思い出してやろうよ。思い出してやってみたいなと思って。うん、ね、くだらない手紙ね、懐かしも懐かしも、結構可愛い折り方いっぱいあったよね。いっぱいあった。でもなんか2つぐらいじゃない、なんか主流でやって、そうだね。いや懐かしいな。やろうやろう、やってみよう。私もあのさ、まずあれやるよ。超主流のやつ。普通の、主流のやつは四角だよね。そうそうそう、あれはもう、え、でもなんか折り方ちょっと忘れちゃう。主流のやつこれでしょ。え、わかんない。え、ちょっと嘘。なんで、あれ合ってる。そうだよ、開いてこうか。そう。え、これはもうまだまだ忘れられない。そう。いや、今本当に忘れた。今忘れてた。一瞬どころではない。ね、主流ですね、これね。折り、もう一個折り込むやだとしっかりするんだよね。あ、そうなんだ。なんかさ、ブレッってやつ、そう、なんか引き、引くやつが、微妙にね、みんなアレンジするんだよね。そう。これ何何ちゃん絵描くんだよ ね。そうそう。で、なんだろう、ペッペッ。あーはーはーみたいな。懐かしい。今ちょっと折っただけで懐かしい。私もう一個覚えてんのやっていい？あれでしょ？どれ？これの次に折ったやつがさ、これの次に折ったやつ、よく折ったやつが、これだと思うんだ。ちょっと見てね。え？ちょっともう全然思い出せない。え、これ結構みんなでたまにこんなになんつの？仲いい子に。なんかもうすごい早い変幻見えてきたでしょ。早い。こうで変幻見えてきた。きた、見えてきた。あれ、どうだっけ、こうだっけ。そう、うわー懐かしい。こう、まあこうじゃない。あー、できた。久々に折った。かわいい、ね、やったよね。なんかちょうどいいんだよね、このサイズ感的にさ、ポッケに、そう運動着のポッケに入るわけですよ。次、あのちょっと覚えてなくて、忘れちゃったんで、見ながらね、見ながら、はい、折ってる人いたねっていうやつだね。私でも実はハートよりこっちの方が折ってたの。なぜなら牛乳が好きだから。そのことか。そう。え、折ってたの忘れちゃったん？忘れちゃった。中学ぐらいで流行ったじゃん、こういうの。で、その何、私転校生だった、友達いなくて、ね、黒板を眺める毎日だったんですけど、そのなんか学級のレクレーションじゃなくて、何、学級会みたいなあんじゃん、勉強じゃない授業、なんか役割決めるとか、その何々係誰にやりますかみたいな、そういう学級、何ていうの、なんだっけ、ね、そうそんなやつ、そんなやつの時間に手紙が回ってきたのよ。それこそこれで、え、何みたいな、なるじゃん。で、回ってきた方からも見ると、なんかちょっとこうニヤニヤしてる二人女子がいて、うわ、何やろ、いじめかな、なんか
パン買ってこいよみたいな。なるんかなと思ったら、うん、こう開けてみたら、うん、友達になろうよって書いてあって、すごいなんか、もうそこからすごい、その子たちに声かけてもらったから、ね、楽しい中学時代を送れたなって思いますね。それで友達になって。あーすごい。はるちゃんクラス違ったもんね。違うね。なったことないよね。そう、同じクラスになったことないんですね。部活だけだもんね。そう、高校も違ったし ね専門でやっと同じクラスだ。そうだね、そうだ、2クラスしかなかったしね、うん、うわこれめっちゃ懐かしいな。で入れんだよねここに。あ、そうなの。あんまりね牛乳パックは作ってこなかった。ここに引っ掛けて、ああはいはいはい、でこうか。あーすごい、できました、牛乳パックできた。ちょっと色付けをしましょう、うん、せっかくなんでね、傘傘ですけどね、学生時代に戻って。じゃあピンク系にしよう、ハートだし。私もでもね、小学校の時に転校生だったから、うん、そうだよね、気持ちが分かる。転校して多分掃除の時間で、うん、隣のクラスの子に声かけられたんだよね。ヤッホーみたいな感じで、いきなり、あ、もしかして私に話してきた。そう、足その手紙が足その手紙をもらって、うん、仲良くなり始めたと同時ぐらいに、うん、足も隣のクラスの同じ子だ。なんかおもろいね、おーいたいたみたいな、初めて、ね、まあ、同じ部活になるんだけどね。そうそうそう、すごいね、すごいね、同じ子なんかすごいよね、あの、ね、人を結びつける能力があるんだろう ねそれでちょっと救われたんだよね、なんか、わかるよ、ね、私もあんまり喋れる方じゃないからさ、いやでもすごいありがたいな、そういうありがたかったんだなって、うん、だってそれで足が迷って、もしバスケ部入ってたら高校ない、うん、ないもんね。そうだね、そうだね、ね、うん、あ、ごめんね、気持ち悪いやつ書いてた。できましたこんな感じで、こんなことやったことないけどね。あ、本当に私これやってた。あ、やってたかも。1日1回ぐらいやってた。やってたと思うよ。手紙ね、めっちゃ溜まったよね。めっちゃやってたよね。その LINE とかなかったからね。今 LINE で済んじゃうんだもんな。たまにはちょっとやってみてはどうですかね。かかってもらったら嬉しいと思うよね。かわいい折り方やってみた。かわいい折り紙折り終了。笑顔かわいい折り方やってみたでした。毎週水曜日